今日はね、このね、車のワイパーが動くようなリンクを作るんですけど、とりあえず作っていきます。まあ、色は分かりやすい、見やすいような色にしとくか。まずね、モーターが必要なので、ワイパーを動かすための、まあ、これをモーターとしますね。これを回転させます。こんな感じで、これをくっつけて、こうして、んで、これも茶色くしとくか。まあ、こんな色でいいか。ひとまず。こんな感じで横に伸ばして、まずはこれを回転させるか。俺も緊張してます。見る人も緊張するんですが、ああ、よし、これで回るね。まあ、これがワイパーを動かすモーターとしましょう。そしたら、さらにこれを複製して、まあ、適当でいいので、こっちの方にこうやってつけるか。そんで、これも複製して、こっちの方につける。こっちの方に伸ばすか。こんな感じだね。この円柱にまたヒンジジョイントをつけて、で、このキューブをくっつける、まずは。で、こいつにはヒンジジョイントをもう一個つけないとね。こっちのキューブにもくっつけると。よし、一旦これでシミュレーションをスタートするか。オッケーオッケーオッケー。まあまあ、オッケーオッケー。もう一個ね、固定しておく場所が必要なので、どの辺かな？まあ、一旦適当でいいや。この辺にこれを置いといて、で、さらにこいつを複製する。で、これは、まあ、こんな感じかな。こうして、これをもう一個複製する。ほんでもって、ここにつけて、で、こいつらにも、ヒンジジョイントをつける。キューブ4と、キューブ3。物理好きなんですか？ああ、まあそんなね、そんな大好きってわけじゃないね。ぶっちゃけ、今は。今はまあ、プログラミングとかそっち系は好きだけど、物理学みたいな学問がそんな、めちゃめちゃ好きでってわけじゃないね。で、さらに、またこいつを複製して、この辺にこうやってくっつけるね。よし。で、これがワイパー。ワイパーですね、これが。長い方の棒。まあ、長さは適当でいいや。こいつがこう動くって感じだな。これだ、いろいろ複製してるとね、この、一つ一つのオブジェクトに名前がついてんだけど、勝手に、どんどん複製していくと勝手にカッコ1、カッコ2って増えていくからね、結構ね、名前がね、分かりづらくなってくるんだよね、増えてくると。まあ、それは仕方ない。これもうちょっとちっちゃくした方がいいな。見た目的に。小さくして、ちょっと長くして、ここに装着。で、このブロックとこのブロックは一緒に動くから、ジョイントでくっつけるか、これも。よし、くっつけた。で、シミュレーションスタートしたいんだけど、当たり判定がね、結構めんどくさくて、接続している2つのオブジェクト当たり判定がこう被ってても大丈夫なんだけど、接続してないオブジェクト同士はね、こう当たり判定がこう固定されてるのに被っちゃうと、もうそこでね、破損しちゃうので、当たり判定を、まあ、一旦なくすわ。大きさ調整とかでもいいけど、一旦なくす。こっちは大丈夫かな。こっちは多分大丈夫かな。これで、シミュレーションを一回スタートしてみる、試しに。お、いいよ。動いてる動いてる。ああ、いい感じだね。お、一発で適当に作ったけど、あ、いい感じだね。これもうちょっと早くしてみるか。あ、いい感じ、いい感じ。ワイパーが動いてます。まあ、ただワイパー2つあるんでね、通常。もう1個くっつけるんだけど、あ、それくっつけるのはめちゃめちゃ簡単。これと、これとこれ。さらには、こいつ。これを、複製します。ポンと。で、軸をグローバルにして、このまま左に、あ、待ってよ。こうずらせばもう OK ですね。こっち長くして、こっちも長くして、で、まあこれでいいや。これを複製して、マジ簡単ですね。今何分経った？ライブ配信開始して、あ、18分。あ、いいぞいいぞ。30分以内に終わるぞ、これ。まあ、これとこれを繋げちゃえばいいんですよね。こうやって。よし。こいつのジョイントの接続先を変えないとな。キューブカッコ6とキューブカッコ8。んで、こいつにもう1個ヒンジジョイントをくっつける。めんどくさいね。よし。で、これ、キューブカッコ8。まあ、調整とかね、そういうのは全部最後にやればいいので。これでいいんじゃない？もう、一旦スタートしてみるか。お、動いた。できた。あー、動く動く。ワイパーできました。まあ、ワイパーをね、動かすためのモーターが一つ。まあ、ワイパーにも何個か種類があるみたいですけど、今回のね、ワイパーは一つのモーターをこう動かすと、こうね、なんていうか、まあ、繋がったリンク構造が動いて、まあ、自動的に二つとも動くって感じですね。ここに、例えば、まあ、こう車があったとして、ああ、すごくいい感じですね。どうでしょう？どう？簡単ですね。まあ、だいたいモーターの部分は隠れてるから。あ、こんな感じ。ほら、できた。よし。で、ワイパーのリンク。こうできたんで、今日の生放送はここまでかな。よければ、Unity の操作画面も見たい。Unity のね、操作画面はね、まあ、非公開ですね。いろんな雑なもんがいっぱい入ってるんで、僕のプロジェクトの中に。いろいろと見られたら恥ずかしいもんがあるんで、見せないようにしてます。ちょっと長いね。まあ、その辺の調整は、ちゃんと動画化するときにやって動画化するんで、動画化したらまたそれも見てください。じゃちょうどね、エンディングの曲来たんで、これで生放送終わります。ご視聴ありがとうございました。では、バイバイ。おつー。